で、これは切って乾燥させただけのものです。で、これが A4 の紙で、これに絵を描くので、こうやる。このぐらいの大きさで、なのでこう絵を描いて、こういうカーボン紙で。カーボン紙はブラック片面引きを、4枚で100円ですね。で、繰り返し使えるので、まあ便利はいいです。まあこれも A4 なんで、こんな感じにして、絵が描いて あるとして、こう、なぞるようなペンでなぞっていけば、こういうふうに、絵が描かれてる。で、これを、ドリルで穴開けしていくっていう感じですね。これヤスリも何もかけてないんですけど、一回これ先に穴開けてから今回はやってみたいと思います。今絵を描いてる途中です。まず家具の絵を、まあ、買ってた家具の絵を描いて、で、ピカチュウの帽子をかぶせた感じにしてます。で、ちょっといらないところを消しゴムで消していきます。